こんにちは、いつみひなです。今日はですね、じゃじゃーん、こちら最近の購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回購入してきたのが GU と IKEA とあとジラピケでもお買い物をしてきました。だから服とかインテリアとかあとはパジャマとかめっちゃ可愛いものばっかり紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではじゃあまずは GU の購入品から紹介していきます。まず1点目がですね、今着ているこちらの黒のフード付きニットを購入しました。これめっちゃ可愛くないですか。このニットがですね、ダブルスウェットライクニットチュニック、カラーがブラック、サイズが L サイズのものを1,1990円で購入しました。これはまあ言った通りこうやってフードが付いてるんですけど、あとこの首元が結構 V な感じで開いていて、あとここに紐が付いてるんで、ここでキュキュッとできる感じです。で、結構オーバーサイズなんですけど、私はね、下にタートルネックとか着てダボっと着るのもすごく可愛いんじゃないかなと思って、今回大きめの L サイズを購入しました。これは見た目も可愛いんですけど、何よりねすごく肌触りが良くて、なんか結構きめの細かいニットなので、その感じもすごい私的には気に入っています。で、結構丈も長めで、本当にお尻がすっぽり、てかもうお尻の10センチくらい下まであるサイズですね。で、ここがスリットが入っています。私本当こういうオーバーサイズのニットとかすごく好きで、下にスキニーとかパンツとか履いても可愛いですし、あとはね緩めにこうスカートとか合わせてもすごく可愛いと思うんですよ。ちょっとこう緩い感じでおしゃれな感じで着れるっていうのがすごく気に入っています。で、まあさっき言ったようにこのまま着ても可愛いですし、なんか白のさタートルネックとか着たらちょっとこうメンズライクな感じになって、またさらに可愛いと思うので、ぜひこれチェックしてみてほしいです。やっぱりこのねフード付きっていうのが何より可愛いですね。これも黒だけじゃなくて他にもいろんな色があって迷ったんですけど、やっぱね一番使いやすいのは黒かなと思って私は黒を購入してみました。なんか今日さ髪を巻きすぎたからちょっと三つ編みにしとこう。じゃあ次もめっちゃ可愛いんですけど、次がじゃじゃん、こちらチェック柄のグリーンのベレー帽を購入しました。これもう一目惚れです。これがベレーハット、カラーがダークグリーンで、サイズはワンサイズなんですけど、1,1490円で購入しました。私こういうベレー帽欲しかったんですよ。はい、これはかぶってみるとこんな感じですね。めっちゃ可愛くない？ちょっと前髪が事故ってるかも。はい、こんな感じですね。めっちゃ可愛いくないですか。なんかこのね GU のベレー帽、店で試着した時もすごく思ったんですけど、かぶりやすいんですよ。なんかベレー帽って結構さ形作るの難しかったりするじゃないですか。私結構物によってはどうやってかぶればいいんだこれってなる時もあるんですけど、これ形もすごくしっかりしているし、だからといってこう深すぎず浅すぎないので、すごくかぶりやすいなと思いました。で、やっぱりこのねグリーンのチェックっていうのが私的にはたまらなく好きです。なんかベレー帽ってさ、前髪ある子からしたらちょっとさ、ベレー帽こうやってかぶると前髪がねこうペチャーンってなっちゃってあんまりなので、私は結構ベレー帽かぶるときはこうやってね前髪を横にね分けちゃうことが多いですね。でもこれ本当に可愛くてすごくお気に入りです。なんかこれは他にもね無地の黒とか白とかもあったかな、結構あの普通のシンプルなやつもあったので、ぜひね普通にベレー帽買うときは GU で絶対買ってほしいなって思うくらい、形とか生地感も私的にはすごく気に入っています。じゃあ GU は以上なので、次はジェラートピケで購入したものを紹介していきます。ジェラートピケではまずこちら、サンガラモチーフドレスのカラーがピンクで、でお値段が税抜き5200円のものを購入しました。これめっちゃ可愛いんですけど、こんな感じでワンピースになっている感じのパジャマです。アップで見るとこんな感じでね、なんかリンゴとかポップコーンかな、なんかすごいね赤ちゃんのパジャマみたいな感じの柄です。私ジェラピケってモコモコのやつも好きなんですけど、こういうねなんかこうわかります、めっちゃ柔らかい肌触りがいい感じのパジャマもすごく好きで、でこれはさその柄もすごく可愛いですし、色味も可愛いし、しかもさ結構5200円とジェラピケにしては安いじゃないですか。だからねこの冬着たいし、まあ、夏もね全然涼しく着れるんじゃないかなと思って、まあ春夏秋冬着れると思って購入してみました。これは長袖なんですけど、このね長袖のこのね裾の部分、なんていうの、袖の部分もちょっとフリフリとなってるところも可愛いです。これはピンクの他にもクリームとブルーもあって、正直全部可愛くてね、ちょっとブルーとめっちゃ迷ったんですけれども、私はやっぱピンクの方が顔色的にも映えるかなと思ったのでピンクにしました。はい、じゃあこれが着てみた感じこんな感じになります。めっちゃ可愛くないですか。でこれね結構このピチッとしてる感じじゃなくて、二の腕とかも結構ゆるっとしてるので、こう圧迫感とかも全然ないですし、やっぱりね何のにより肌触りが良すぎる。あとこのね首の開け具合とかもすごいねちょうどいいなと思っていて、こうかがんでもあんまり胸元も見えないですし、だからといって締まりすぎてる感じもないのがとってもいいです。で丈的には本当足首から5センチくらい上なので、まあ長さもしっかりありますね。ちょっとこうフレアな
感じもドレスっぽくて可愛い。もうとにかくこれはさ、伸縮性がすっごいいいので、本当にね着心地がいいのでめちゃくちゃおすすめです。そもそもジェラピケがこんなさ1枚で5200円で買えちゃうってすごいねお買い得だと思うし、なのにね見た目はこんなに可愛いということですごくおすすめです。この私はこの海外のなんか赤ちゃんが着てるようなパジャマみたいな感じがすごく気に入っています。じゃあ次はですね、じゃじゃん、こちらのベロアモールカーディガンのカラーがピンクのものを税抜き6400円で購入しました。これはジェラピケならではのモコモコな感じのパジャマです。私ずっと羽織が欲しいなと思っていて、普通のねモコモコのパジャマとかはいっぱいあるんですけど、まあ春夏秋冬全部関わらず結構肌寒くなってきたらなんかパジャマの羽織って欲しいじゃないですか。これはさ見た目もすごく可愛いですし、しかもモコモコだからさ肌触りも良くてあったかいかなと思って、これもささっきのパジャマと合わせて着てもさなんかあったかいし可愛いし合うかなと思って買ってみました。もう本当に近くで見たら余計わかる感じの、こうベロアなんですけど柔らかいベロアなのでめっちゃあったかいしモコモコで本当見た目からもう気持ちいいって感じです。じゃあこのねカーディガンも上から着てみましょう。やっぱりこれめっちゃあったかいしさモコモコ具合がめっちゃ気持ちいいです。これは特に前にねボタンとかがついてるわけじゃないので、こうほんと羽織って感じですね。で立つとこんな感じで結構これも長めでお尻がすっぽりと隠れる感じも気に入っています。とてもねちょっとこうバルーンっぽくなっているのかな、ダボっとしていて、あこの手首のところがキュッとしている感じも可愛いし、何より色味がちょっとこうくすみピンクな感じもすごく私的には気に入っているのでね、私的にはこの組み合わせで買うのがめっちゃ可愛いなと思いました。ということでねこの2つジェラピケ行ったらぜひねチェックしてみてほしいです。はい、じゃあ最後はじゃじゃん、こちら IKEA で購入したものを紹介します。今回はなんとですね IKEA 渋谷店新しくできたお店で購入してきました。すごいですね、 IKEA 渋谷初めて行ったんですけど全然大型家具とかも売ってますし、全然なんか IKEA って今までちょっとね都心から離れたところでしか買えないイメージがあったんですけど、渋谷にあるということで私はめっちゃ気軽に行けるようになって嬉しい。めっちゃ IKEA 好きだから本当に食器とかもめっちゃいろいろあった、クッションとかも嬉しい。じゃあ紹介していくんですけど、まずはこちらのワイングラスセット6本で599円のものを購入しました。これがスバルカっていうシリーズのものなんですけど、ワイングラスが前フランフランで2つ購入した以外にはなくて、ずっとね IKEA で安いしねなんかシンプルで可愛いものを買おうと思ってて、でそしたらこれがさ6本で599円ということで、まあ実質1本100円で買えるということでこれを買ってみました。はい、これがこんな感じでワイングラスが入ってるんですけど、めっちゃシンプルにこんな感じなのですごい使いやすいんじゃないかなと思っています。ちょっと私もね食器とかグラスがすごくいっぱいあるので、しばらくはこの箱のままね収納して、まあ使う時だけね出してこようかなという感じです。なんか IKEA もすごいねグラス製品が豊富で、本当に白ワイン用のグラスだったり赤ワインのグラスとかもあるんですけど、それは1本ね399円くらいするのかな、ちょっと高いんですけど、これだったらすごく安いのでワイングラスね持ってないし欲しいって方はこれね初めに買ってみるのもありなんじゃないかなと思います。結構私も最近はさあんまり外出にくいから、なんか友達と家で宅飲みする時とかあって、宅飲みの時ってねなんかワイン飲む率が高いんですよ。だからワイングラス欲しいなと思ってたのでこれおすすめです。じゃあ次はですね、じゃじゃん、こちらのトイレブラシホルダーを1点129円で購入しました。これはすごいシンプルなトイレブラシですね。トイレブラシがもう結構ね使っててそろそろ買い替えたいなと思ったら、ちょうど IKEA でさ129円と安くて、しかも見た目もすごいスタイリッシュでシンプルな感じのものを見つけたのでこれを買ってみました。はい、これ出してみるとこんな感じですね。ブラシは結構固めなので結構汚れとかも落としやすいんじゃないかなと思ってます。すごい持ちやすいですし、これ結構使えそうですね。 IKEA のブラシなかなか良さげ。はい、そしたらこんな感じで最近の購入品紹介は以上になります。ということで今回は服、パジャマ、インテリアと紹介してみたんですけれども、どれも全部ねおすすめなものばっかりなので、ぜひ皆さんも気になるものがあればチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。 IKEA 行きたくなった、ジェラピケ行きたくなった、自由行きたくなったって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。バイバーイ。